A のお箱第3回はい、それじゃあもう早速もう決めていきたいと思います。もうこういうのパッパってやらないで、僕のターンはもうこの横なん。はい、じゃあ数字トークでーす。何の数字を引こうかな、引こうかなって言って引けるもんちゃうねんけどね。もうこういうのも A のお箱が決めるから。でも僕がなんでこうやって俺最初にこんな話題振ってんの。はい、決まりました。はい、8です。8に関わるエピソードトークを誰かにしてもらいます。さあ、誰にしてもらうのか、これも A のお箱から引きたいと思います。誰なんやね。でも僕、いまだにこんな箱とか作ったものの、なんか、これ毎回俺がやるって考えて、しんどい。はい、来ました。この方にしてもらいます。百発百中ギャグアイドル、タイチー！タイチーに8の数字トーク。タイチー、よろしく頼むよ。はい、タイチー、落ち着いて落ち着いて。はい、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 そしてじゃあよろしく頼む。ギャグアイドルタイチ、タイチ。はい、やってまいりました。 A の箱の福本大成のバージョン、ご事件から指名されたので段ボールまで作って A の箱の企画考えてくれてありがとう、ご事件。僕は頑張って数字トーク、8にまつわるエピソードトーク、じゃあ8時ということでこの写真と一緒に話していきたいと思います。どうぞ。この写真です。はい、8時トーク、8時トーク、8時トーク、ヒーピロピロピン。お写真ボン。はい、こちらです。皆さん、この写真は何かと言いますとね、こちら、はい、小事件と僕で東京観光した時のお写真です。なぜこうなったかというと、東京で意外と観光したことないよねってなって急遽弾丸で決まったんですけど、昼から夜の6時半まで歩いたんですよ。んで、帰ろうってなってたんですけど、新幹線のチケット持ってたんで電車で品川駅まで行って、品川から新幹線で大阪に帰ろうってなったんですけれども、ここで小事件がね、急にわがままで歩いて帰りたい、歩いて品川まで帰りたいって言ったんですよ。はいはいはいと、僕もなぜなぜって言ってたら、電車賃が高いと。電車賃が高い、いやもう足パンパンやからちょっと勘弁してくれって僕言ったんですけど、大小事件がわがまま貫き通してもう1時間半歩いたんですよ、品川まで。ほんでやっと帰るわと思って新幹線のチケットパッて見た時に、新幹線のチケットで東京都内の電車タダで乗れるんですよ。おー、なんてこった。大成の数字トークを聞いた後、カラスが鳴いていました。さて、次の A のお箱は誰じゃろうな。大成、数字トークじゃなかったけどとても面白いトークでした。またあそこの神社行きましょう。とても楽しい思い出でした。また行こうな。アイラブセブ。